んこそば、ちんくんの部屋へようこそ。はい、皆さんこんにちは。みゆです。今日は、ちょっとね、さっきまで帽子してたんですけど、あ、そう、新しいウィッグです、こちら。なんかみんながね、もうちょっと短めのウィッグとかもつけてくださいって言われたので、ちょっと新しいウィッグを購入してみました。まだね、出来たてほやほやのサラサラなので、すごいサラサラです。髪の毛は自分でめっちゃ切って可愛くしました。というわけで、今回は、なんと、恋愛お悩み相談をやっていきたいと思いまーす。で、なんでこれをやっていくかというと、僕自身が、まあ、こうやって女装して、女の子の気持ちも、普通の男の子に比べたらめちゃくちゃわかると思っていて、女装してるからっていうのもあるし、実際お姉ちゃんがいたりとか、自分が女の子になってるから、その時の気持ちがすごいわかるから、女の子の気持ちも踏まえて、でも性別は男の子だから、男の子の気持ちも踏まえて、両方の気持ちが持ってるので、その気持ちを今回は相談に答えていきたいと思います。で、インスタグラムでさっきストーリーでね、相談、恋愛相談募集してますって言ったので、早速そこから相談に乗っていきたいと思います。じゃあ行きます。別れて1週間で別の好きな人作って、狙ってる元彼どういうことなんですか？脳みそ覗き見したい。なるほどね。別れた途端もう他に好きな子がその子いてもうその子を狙ってるみたいな感じでしょ？でもそれは別れて、もう良かったって思うしかないと思う。だってさ、そんなコロって書いてさ、もう別にいいやみたいな感じされたらさ、もうこっちだってじゃあいいわっていう気持ちでさ、スタンスでいないとダメだよ絶対それは。もうね、そこは負けちゃダメだと思う。スタンス的にめっちゃ悔しいし、多分すっごい悲しいけど、向こうはそうなってんだったら自分も、磨いてもっとあんたより幸せになってやるわっていう気持ちでいたらいいと思います。絶対それは。でも幸せになって、幸せになってほしい。これは次、今片思い中です。中3ということもあり、受験や卒業後のことを考えて告白はやめた方がいいですか？いや、そこはもう本当に好きだったらそういうこと考えずに、もう思いを伝えたいという気持ちが本当にあるんならもう考えなくていいから告白すべきだと自分は思う。だってさ、その間にさ、もしかしたらだけどさ、告白してるする子もいて、もしかしたらその子がさ、その間に付き合っちゃうかもしれないし、高校受験終わってから告白したら遅いっていうこともあるかもしれないから、思いは本当に伝えたいならもう伝えるべきだと思う。頑張って。次、推しがいるから彼氏はいらないという考えはおかしいですか？アイドルに琵琶湖しても大丈夫ですかね？推しが好きすぎて彼氏できません。後悔はしてません。推しにガチ恋しています。そのおかげで年齢22イコール彼氏いない歴です。推しがかっこいいし優しくて一般人が好きになれない。で、こういうね、ちょっとね、今回ね、僕もアイドルやってるんだけど、推しにリアコしてる子たちが本当にいっぱいいるんだけど、これは全然いいと思う。だってさ、推しも一人間だし、まあ、確かに、身近にいる存在ではないかもしれないけど、推しも推しで人間だから、好きになるっていう感情は絶対さ、人間だからあるじゃん、自分だって。それがたまたまアイドルだったってだけで、好きっていう気持ちはあって全然いいと思うから、その時にその時に、もう推しをしてって楽しいとか、本当に辛くなければ全然いいと思う。辛かったらちょっと本当に考えた方がいいかもしれないけど、辛くなかったらもうその生き方、その好きっていう気持ちは全然いいと思う。応援してます。あ、よかったら押してください。僕も付き合っててもないのに嫉妬っておかしいんですかね？これって恋愛相談っていうのかな。いや、付き合ってもないのに嫉妬は全然する。自分も多分すると思う、好きな人がいた場合。だってさ、友達ですらさ、嫉妬するっていう人もいるじゃん。自分もまあまあ気持ちはわかるんだけど、めっちゃ仲いい子がいてさ、その子がさ、本当に一番仲いいと思ってたけど、その子にも仲いい子はまあいて、その子がそっちの言葉ばっか遊んでたら、え、遊んでくれないの？みたいな、そういう感じもあるから、好きな子だったらめっちゃ嫉妬すると思う、付き合ってなくても。わかるわかる。だから付き合ってなくても好きだったら嫉妬はするべき、するものだと思います。だから全然変じゃないと思う。で、嫉妬って別に悪いことではないと思うからね。だって好きだから相手のことを 思うから不安にもなるし、その子のことを思ってるからこそ嫉妬ってするものだから、全然していいと思うよ。毎日 DM してるのに遊びに行くとか発展しない。なるほどね。てか DM なんだね。今の時代ってみんなインスタグラムのさ、ダイレクトメッセージとかでさ、好きな人とやり取りしてるの。そういう人たち多いの。自分の時代はさ、インスタってよりもさ、 LINE だったから、ほぼもう LINE だったけど、今の子たちってさ、若い子たちってさ、もうみんなさ、あれだよね、なんかストーリーからメッセージから飛んで、え、好きってみたいな感じで繋がってくよね。 DM ね、遊びに行くとか発展しない。え、ちょっとさ、え、なんかめっちゃいい流れでさ、こう綺麗に弾んでったらさ、え、明日何してるとかさ、でも言っちゃっていいと思う。で、相手が、うん、明日暇だよとか、明日は空いてるとか言ったら、え、じゃあどっか行こうよとかも流れで言っていいと思う。自分だったら言っちゃうかもしれない。いいよ。はい、次。
自分らしくするのと全部好みに合わせるの、どっちが好きな人と付き合える可能性あると思いますか？うわー、なるほどね。いや、これは自分だったらさ、まあこのミユとして考えたらさ、まあこういうさ、ちょっとさ、あの清楚じゃないけどさ、どっちかって言ったらさ、なんかリボンとかさ、ちょっと可愛い系じゃん。けど、まあ好きな人がいて、でその好きな好きピは、あのギャル系の露出してるような金髪とかのタイプが好きだった、好きとかでしょ。そうなった場合とかは、無理して自分がその系統に合わせるんだったら、自分だったら諦めるかな。無理して合わせない。例えばなんかさ、その子がさ、なんか明るい子が好きとか面白い子が好きとかだったらさ、自分でもさ、まだちょっとその子の前で明るく言おうとかさ思えるけど、自分のさもう系統が思いっきり違うのがタイプっていう人がいたらさ、合わせられるやつだったら合わせられるけど、無理して合わせるんだったら付き合えても辛いと思うから、難しいけど自分らしくいるべきじゃない。ちょっと合わせるとこは合わせるけど、本当にもう無理してだったらそこまでしなくていいんじゃないかなって。自分もう後からどっちみち付き合えたとしても辛くなるだけだから頑張って。はい、次。好きな子と1年以上喧嘩をしていて仲直りができずに気持ちを伝えられない状態で辛いです。好きな子と1年以上喧嘩が続いてるってこと、ずっとそれから話してないってこと、これって付き合ってはないってことだよね。もう今の時代 LINE とかあるから、もう SNS だから、これこそ直接は多分なかなか言えないと思うから、 LINE でちょっとごめんねってちょっと気持ちを伝えるのが一番いいんじゃないかな。仲直りしてください。はい、次行きます。明日好きな人に会います。お、いいな。でも雨なんです。おすすめの場所やすることを教えてください。うわー、めっちゃいいね。青春だね。明日好きな人とデートってことでしょ。自分だったら映画かな。映画館とか行って、今なんかやってるお互い見たいのがあったら映画見たりとか、あとはなんかやっぱそのショッピングモールとかで遊ぶのがいいんじゃない。映画館もあるし、ご飯もあるし、ちょっと買い物もできるし、プリクラとか、学生さんだったら多分撮りたいと思うから、プリクラとかも撮れるし、そこでもう完結できるから、ショッピングモールめっちゃいいと思う。どうだったか感想聞かせてね。両思いって分かっててもまだ付き合ってません。自分から告白するべきですか？いや、悩みじゃない。だってお互いもう好きって分かってんだよ。自分が好きな人もさ、自分のことが好きっていう状態でしょ。いっちゃえよ。付き合おうっていいな。告白された人が既婚者でした。告白された人が既婚者。自分が告白した人じゃなくて、された人が既婚者でしょ。告白していきたい人がもう結婚してた人ってことでしょ。もうそれ相手が結婚じゃない。もう不倫じゃん。自分から不倫に言ってんじゃんね、それ。自分が好きじゃなかったらもう断るべきだと思う、普通に。これもうその一択だよね。だとしてもすごくない？向こうもリスク背負って、こっちもそれでリスクなんて絶対背負いたくないじゃん。断りましょう。男女の友情って存在しますか？私はある派なんですが、これはね、すごいね、よく考えるんだけど、自分ってどっちかって言ったら、学生の時から女の子の友達も多くって、男の子の友達も女の子の友達も本当に男女関係なくいたから、実際男女の友情はあるってめっちゃ思ってたんだけど、大人になっていくと、いろいろさ、やっぱさ、周りも見て気づくことがあるんだけど、気づくじゃん、なんか、大人の恋愛とかさ、まあいろいろ見てるとさ、思うけど、自分が思うのは、自分はさ、どっちかって言うとさ、女の子の、あの女装とかしたりとかさ、女の子の気持ちも結構わかるタイプでさ、タイプだからさ、女の子ともさすごい話せるし、なんかそういう気持ち悪い目で見てるとかじゃないからあれだけど、人によって多分もう性欲モンスターとかもう本当にの人がいるから、まあ、そういう人は多分女の子ともう本当の友情っていうのはないんじゃないかなと思う。難しい、なんて言うんだろう、相手がさ、どっちかが性欲モンスター的な感じだったらダメなんじゃないかなって思う。まあ、伝えられない。伝わる、みんな。わかる伝わった。だから、あるとは思うんだけど、相手によると思う。その相手による。人によると思います。彼氏の筋トレ。待って、マジだな。彼氏って。彼氏の筋トレをやめさせるにはどうしたらいいですか？マッチョが嫌いで。うわぁ、自分はマッチョが嫌いなのに彼氏がひたすらもう筋トレをしてマッチョになろうとしてるってことでしょ。もう普通に素直に言うじゃん。もうちょっと、いや、本当にマッチョ嫌いだったから、まあ、本当にちょっと筋トレしてきたい、ないでほしいな、みたいな。で、相手がどういう反応するか。そこで、じゃあ分かった、そっか、そうするよ、っていうか、俺筋トレめっちゃ好きだから、いや絶対やめないからって言われたら、もう本当にタイプじゃないんだったら、もうそれはちょっと考えるべきだと思う。幸せになってほしい。
告白ができません。好きな女の子にその時のかっこいいセリフを教えてほしいです。これは男の子からだね。告白ができない。好きな女の子にその時の、いやもうそのかっこいいセリフとかマジで考えなくていいんだよ。なんかさ、多分ドラマとかさ、アニメとか映画とかそういう恋愛系見てるとさ、普通に告白する時になんかかっこいい感じになってるけど、実際は本当にもう好きっていう気持ちを正直に伝えればいいと思う。好きな人にもう好きって気持ちを本当に2文字だけでいい、もう好きって言えばいいと思う。全然そんなかっこつけなくていいんだよ。思いも伝えればいいの。頑張って、みゆも応援してるよ。頑張って。じゃあ続いて最後にします。最後どうしようかな。結構ね、たくさんの方から来て、男の子からも女の子からも来てるから、すごいありがとうみんな。じゃあ最後いきます。男の子から、じゃあ女の子になってよね。テントで女子を退屈させないコツを教えてください。いやでもこうやってね、ちゃんと男の子がね考えてくれてるだけで、もうめっちゃ可愛いから、もうそれだけで大優勝なんだけど、女の子を退屈にさせないのは、まあ、目の前でデート中にずっと携帯いじったりとかするのは絶対ダメだし、なんか相手のことをなんかちゃんと考えた行動してくれるとめっちゃミユは嬉しいかなって思う。ミユはだからなんかとにかく喋ったりするのが一番いいんじゃないかなと思う。喋らなかったら退屈になるじゃん。なんかもうずっとこうなってさ、なんかもううーんって感じになるから、やっぱり喋って相手のことも知れるし盛り上がるし、もうとりあえず喋って、会話がなくってもなんかね、これ見てとかさ、これ良くないとかもう何でもいいから、なんかそういう話を自分から振ったりとかすると、女の子とかも多分あ、可愛いとか、じゃあそこ行こうよとかってなるし、繋がってくるから、とりあえず喋るのがいいと思う。で、相手の気持ちを考えてちゃんと行動すれば全然いいと思う。頑張って、デートいるのか分かんないけど。というわけで今回は恋愛相談をしてみました。ジンくんの部屋の恋愛相談室、お越しいただきありがとうございました。やっぱね、僕はやっぱ女の子からの恋愛相談とか男の子からの恋愛相談とかも両方こうやって聞いて、あ確かにっていうのがやっぱ今回この相談を見て思ったので、今後もみんなのお悩みとか相談とかあったら動画とかでこうやって乗っていきたいなって思います。ということで最後まで見てくださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。以上、みゆでした。バイバイ。新しいビッグどうですか？